パキスタン国際航空705便墜落事故は1965年5月20日にエジプトで発生した航空事故である。ジンナー国際空港からロンドンヒースロー空港へ向かっていたパキスタン国際航空705便が経由地のカイロ国際空港への着陸侵入中に墜落し乗員乗客127人中121人が死亡した。 ボーイング720で発生した航空事故としては4番目に死者数が多くエジプトで発生した航空事故としては当時最悪のものだった。事故機のボーイング720バイトは製造番号18,379として1962年に製造された。同年10月19日に初飛行を行い、11月7日にパキスタン国際航空へ納入された。 総飛行時間は8378時間だった。機長は37歳の男性であった。総飛行時間は13142時間で、同系気では2214時間の飛行経験があった。副操重視は35歳の男性であった。総飛行時間は6754時間で、同系気では148時間の飛行経験があった。 航空機関士は29歳の男性であった。総飛行時間は6272時間で、同景機では1802時間の飛行経験があった。ナビゲーターは30歳の男性であった。総飛行時間は4528時間で、同景機では1746時間の飛行経験があった。705便はパキスタンのカラチからイギリスのロンドンへ向かう最初の便で、 114人の乗客には、著名人やジャーナリストが含まれていた。途中、ダーラン、カイロ、ジュネーブを経由する予定だった。あとく21時22分に705便は、ダーラン国際空港を離陸し、23時45分に、パイロットは、最終進入を開始したと報告した。最終進入中に、パイロットはフラップに問題が発生したと伝えた。その直後、 705便は空港の南東地点で墜落して炎上した。6人の乗客が残骸から救助されたが、その他の搭乗者121人が死亡した。犠牲者には J-8 の設計者であるキッセンも含まれていた。墜落時、フラップは20度に設定されており、着陸装置は出ていなかった。5月26日、地元警察は、 残骸から12万ドル相当の宝石類が隠されたトランジスタラジオを発見したと報告した。最終的に十分な高度を維持できず、機体が地表まで降下し続けたことが事故原因であるとされた。降下し続けた理由については特定されなかった。ありがとうございます。